まあ、その対戦は別にして、野さん、こういった時期ですとね、やはりホークスのファンの方でも相手チーム、ライバルチームの新戦力というのはね、いろいろと注目するべき点多いと思いますけどね。そうですね、まあ、特にこの横山投手ね、はい、2年目ですか。そうですね、ローテーションの一角を、ね、うん、やっぱり任されようかという、はい、今チャンスもらってるわけですからね。その棒西さんの解説を裏付けるかのように141キロでしたが、今にはバットが 出ませんでした。最後に仕留めた球いかがだったんですか。そうですね、外からちょっとシュート気味に入ってきましたね、ボールがね。まあ、今、はい、結果も出してるピッチャーですからね。そうですね、まあ、そのあたりを実戦モードにしてより高めていきたいと。138キロでしたが、勢いのある球で柳田のバットが、まあ、今のなんかね、遅れ気味には見えるんですけどね、うん、気持ちの上のタイミングがね、変化球にも合わせられるタイミングだと思うんですよね。なるほど、もうすでに2ストライク後でしたね。そうですね、はい、まあ、まだまだね、バッターも調整段階ではあるんですけどね、まあ、そこに思い切って攻めていく姿勢っていうのはいいんじゃないでしょうかね。評価されてますよね。さあ、今度は松中です。松中の当たりはどうだ。センターへまっすぐ伸びていきましたが、肘沢の守備範囲、センターライナーで井出穂残塁です。ヤフオクドーム2回終了、1対0、イーグルスがリードしています。